おはようございます。ショーダウンでの BGC2016、2014年公式大会ルール GS カップの練習をやっていきたいと思います。引き続きハチマキメガレクーザプラス控えめ原始カヨーガの構築、追い風やベンジアレスバースサポートするこの構築で戦っていきたいと思います。対戦してて思ったことは、ボルトロスはすごい仕事をする、ハチマキレクーザの、ハチマキメガレクーザの火力はすごい、ナットレイも、まあ、カヨーガに対しては、相手カヨーガとかトリリに対しては、まあいい仕事をする。けど、パワーウィップめっちゃ外す。ボルトロスは、原始グラードに対してのやることなささがちょっとあれやなっていうのと、まあ特殊だったら威張ることもできるんだけど、相手が。まああと、ハチマキレクーザはやっぱりメガ進化前の素早さの遅さを守りでしのぐことができないから、その辺の動きにくさが、気になる感じですね。マニューラは素早さの速いネコダマシ要因としては非常に強いんだけど、なんかネコダマシを打った後の役割がなんか手持ち無沙汰感があって、うーんって感じですね。まあ、ネコダマシ要因としては、まあ、ガルーラ、レパルダス、このマニューラとかまあいるんだけど、どうしようかなって感じですね。対戦やっていきます。バトル。ちょっと相手が見つかんねえぞ。海洋がミラーも非常に多くて、素早さ関係とか難しい。レックーザ、トルティス、テラティオン、ケシン、ランドス、レパルダス、ジェルネス。うん。イエス、イエス、イエス。どうしようかな。ああいうジャパニーズトランスレーターだね。どうしようかな。マニューラ、レクーザ、カイオーガ、なったらいいかな、ここは。デンジア通りは悪いそう、なったらいい。なんかたくさん観客来たけど、マニューラレックーザ出しました。相手はレックーザトリキッス。どうしようかな。猫だましをどっちに使うかな。レクーザとリス。このターンは素早さ一緒。守ってきた。両守る。こっちの方が素早さ一緒なんで、どうしようかな。あいつさすがにレックで投げてくるよね。ハヤシクルクラッシュを一応レックザ方向に打って、レックザ投げてくると思うかなったらできます。そっちなんかーい。よし。読みが外した。しかも新速だった。地面かこれ。ザイド。な、トイキッス倒す。ああ、やられていったらよかったか。ちょっと待って、ソードダンスって何その技。迅速で相手のレックで落ちるよな。マジかよ。どうしよう。
これから出てくるか。守る、ちょっと待ってよ、守ったらいかんわ。ジャイロ、ね、ガリオテ、ちょっと待って、ちょっと ちょっと待って、しかもタイミリタイしてるしさ、トモリとやべ。天候どうなんの、ストロングウィンズ今、デルタストリーム発動中か。新作でこだわるとめんどくさいな。ちょっと新作で、いやでも新作でこだわるしかないから、スバーサー一緒なんだよね。てかなんかレクードとカイドの位置また逆になってるし、何これ。新速でこだわるしかねえよな。新速オリジンパルスかな。オリジンパルス守ってきた。電磁波をレック、あーちょっと待って、レック、ちょ、あーこれ新速先に打てない。相手もレックザに新速打つしかねえ。カイヤーがちょっと削られすぎでしょ。ちょっと待って、なんでこんな、え、あーってかそうだ、ソードダンス剣の前からってめちゃやばいんじゃんこれ。剣の前新速やってるんじゃん。新速、新速でこだわってるからクソきついな。でも一応ベルタス、あ、じゃあヘビーフレインとかベルタストリーム発動してないから言わなきゃめちゃ暗いよこれ。フリンチ来んなよ。おっしゃ、 OK、 勝ったね。はい、対戦ありがとうございました。なんか観客めっちゃ来た。はい、勝ちました。次の人来てます。なんか あなたはポケモンの翻訳やってる人ですかって言われたからイエスって言って、その後も YouTube もやってるよって言ったらめっちゃ観客増えた。まあ注目されるの楽しいですよね。はい、次の人行きます。2試合目、うん、てか今相手のポケモンの数しっかり数えてなかったのがまずかったな。ケンマイレクーザっていう、なんていうか変な方にはさすがに巻きたくなかったっていう意地があった。カイオウが、カイリュウ、ラグラージュ、クロセリア、ハッサム、ゲンガですね。ボルトがかな、ここはボルト、ナットであるやな。ボルト、レクーザ、カイオウがナットレイかな。ナットレイ、これで。相手は、カイオウがクレセリア。電磁波をカイオウガに。レックーザはレディクライたくないから、ナットレチェンジ。カイオウが守る。トリックルーム、え、スリーストップ、え、何この味方、あー、何か。サンダーウェーブ、いや、守る、いや、ドリビオクロセリアに。ヘルピングハンド、シロフティしてくるのか。結構食らうな。ちょっと待って、ヤドリギ外すまま蹴ます。電磁波を変えようがに、ナットで守る。ちょっと待って、てかハチマキ新作打った方が、じゃあハチマキガルを打った方が良かったか。あれ、あーと、それはむしろこっちがいいのでは。スワッガーを変えようがに、パワー一歩変えようがに。で、ナットで先制してパワー一歩でしょ。あれ、これ倒せるの、思ったよりダメージでかかった。今トリックルーム状態、残り4ターンです。ハッサム、うん、ショールダンスがめんどくさい。ヤドリギをクレセリアに。テラスティを虫食いとかしてくるかな、これ。畑を落とすなのか、マジか。しょうがねえ。10万ボルトで発散のダメージは。ちょっと待って、食べ残しだったらいい。ちょっと待って、何それ。
まあトリックルーム状態で、うん、海洋を出す。10万ボルト、一応根源の波動するか。根源の波動な、ハッサムの方が取れるかでは早い気がする。冷静、ちょっとこれ控えめ海洋だった、すいません。冷静海洋と勘違いした。自分の海洋が今控えめ海洋がで、スバス118だから、相手になったら一番この場で早い、多分トリックルームの方では。グラビティは何、その技なんでバカ力なの。虫技持ってねえの。で、これやられるで回復します。クレセレン体力チューチューする。ラグラージ守る。オリジンパルス、あ、これ地震か、これやべ、海洋が死ぬか。あ、生きてた。グラビティ食らってるからボルトがやばい。あー、まあグラビティ発動中。あ、だけどまあもうラグラージやってたから勝ちかな。さあ、やることない、ボルトの2連モールするか。新速で勝ちだわ。これ相手ラス位置なんで、どっちもいい。ネックーザでメガラグラージに対してハチマキ新速をかまして勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、というわけでですね、1試合目はなんかポケモン翻訳やってる人で YouTube 投稿してる人間だって言ったらめちゃくちゃってか、まあ、聞かれたらそう答えたらめっちゃ観客増えて面白い試合でした。2試合目はなんだろうな、まあ、やっぱメガ枠相手、そう、伝説枠は魔界王が強いにしても、ハッサムとメガラグラージが若干疑問な。ただ重力地震とか、クレセリアの重力地震とか、重力エリアンシグラードの断崖の続きとか、そういうコンボはやっぱ強いなとやられて思いました。はい、というわけでですね、ここまで2試合、ご視聴ありがとうございました。まあ、この試合 YouTube の方に投稿しておきますので、よかったらこれ見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録などしていただけたら非常に嬉しいです。ポケモンの活動、まあ、いろんなところで頑張ってますんで、応援の方していただけると非常に嬉しいです。ではまた見ていただけると嬉しいです。サンキューウォッチングマイビデオ。See you next time. バイバイ。また明日会いましょう。